こんにちは、恋愛アドバイザーの津崎まみです。大人の男性で色気があってすごくおしゃれだなって思われるような服を選ぶときっていうのは、デザイン性やシルエットが綺麗なものを選ぶっていうのが鉄則です。特に冬のコーディネートって夏場と違って寒いからみんな着込みますよね。重ね着をするってことが多いので、組み合わせを間違えるとダサくなってしまいます。そうならないために秋冬ならではの落ち着いた色合いでコーディネートすると、年相応の上品さが目立ちます。特に冬で絶対に気をつけなきゃいけないのが、寒そうやなって思われないことです。暖かそうなコーディネートというのを意識して選ぶようにしてくださいね。ということで今日の目次はこんな感じです。色気が出るモテ落ちファッション、そしておすすめの小物、さらに NG コーデもご紹介していきます。では早速やっていきましょう。ということで、色気が出るモテ落ち秋冬ファッション10選ご紹介していきます。まず1つ目、パーカーです。パーカーってカジュアルの代表みたいなね、まあ、感じではあるんですけど、使い方によっては全然綺麗めになります。結構ね、年齢重ねた男性でパーカー着てるっていうのが好きだっていう女性多いです。ただしね、大人世代がパーカーを着る時のポイントっていうのがあって、それは子供っぽい着こなしっていうのは絶対に NG です。特にね、パーカー1枚で着ちゃうとカジュアルっぽくね、寄りすぎたりとか、あるいは子供っぽくなってしまったりとかするので、重ね着をするといいですね。ということで、パーカーコーデ1、シャツと合わせます。シャツと合わせることで子供っぽさというのをなくしていきます。パーカーがね、結構カジュアルダウンしやすいので、パーカー以外のものは綺麗めっていうのを意識するといいですね。結構ね、シャツと合わせるだけでシンプルな着こなしなんだけれど、手抜き感っていうのがなくなります。パーカーコーデ2、パーカーをインナーに使います。こうやってね、着てる人多いし、これは人気がありますよね。これね、世代を問わない着こなしなので、まあ、どのね、年代の方も着られるといいと思うんですけど、ただ年齢を重ねてくると、これはコーデ案1と一緒で、やっぱね、カジュアルっぽくなっていっちゃうと子供っぽくなってしまうので、パーカー以外の部分は綺麗めっていうのを意識されると外さないです。では次、2つ目、マウンテンパーカーです。マウンテンパーカーっていうのは、山とか、あとはアウトドアとかで、寒暖差とか気温差があるところで着るっていうのを目的にして作られたアウターのことです。これもね、カジュアルなアイテムなんですけど、綺麗めなアイテムと合わせることによって上品に着るっていうことが可能です。ということで、マウンテンパーカーのコーデ案1つ目、まず中に着るインナーをタートルネックのものにするといいですね。シンプルなタートルネックを着るだけで、寒々しそうっていう風に思われることはなくなります。インナーを黒とかにするんだったら、外に着るものは少し色があった方がいいですね。マウンテンパーカーっていろんな色が出ていて、まあ、すごい明るいもの、派手なものから落ち着いたものまであるんだけれど、おすすめなのはちょっと落ち着いた感じの茶色ですね。明るいブラウンとかベージュとかっていう風になってしまうと、かなりカジュアルに寄っていってしまうので、落ち着いたブラウンを選ぶと大人っぽい装いになります。マウンテンパーカーコーデ2、インナーをシャツにします。少しカジュアルに寄っていくんですけど、シャツなのでめちゃくちゃ着崩してるっていう感じにはならないのでおすすめです。特にね、場所によってはニットだと暑いなっていう場面あると思うので、まあ、そういう時はね、シャツおすすめです。これもね、このマウンテンパーカーを結構黒とか選ぶんだったら、中はね、明るい色を選ぶといいですね。で、3つ目、ステンカラーコートです。ステンカラーコートっていうのは、この首に沿って立っている襟の部分が大きいというですね、こうしっかり立ってるっていうようなコートです。結構ね、コートの中ではオンにもオフにも使えるって言って万能のコートとされています。かなりね、上品さとか大人っぽさとかっていうのは出しやすいアイテムだし、ウール素材に比べると、まあ、かさばらないっていうのもすごくいいですよね。スタイリッシュな印象になります。あと、まあ一口でステンカラーコートって言ってもいろんな襟のサイズがあるんですけど、結構大きめの襟を選ぶと小顔効果っていうのも期待できます。結構ね、真冬だったらインナーにね、モコモコした素材のものっていうのも着やすいし、マフラーとかも合わせやすいですね。だから綺麗めなこうアウター苦手だって思ってらっしゃる方は取り入れやすいアイテムかなと思います。ステンカラーコートのコーデ案1、細身のパンツと合わせる。まあ、これはステンカラーコートに限ったことではないんですけど、こう丈の長いコートを着る場合、ズボンはダボっとしたものではなくって、スッキリしたタイプのものを選ぶといいです。あとね、色味の合わせ方なんですけど、コートって結構まあ落ち着いた色合いを選ぶ方多いかなというふうに思います。黒とかグレーとかね、選ぶ方多いかなと思うんですけど、まあ、そういうコートを着る場合は、中はね、濃いめの色味を選ぶと浮きにくいですね。あの、色って赤、青、黄、緑とか色々あると思うんですけど、その赤にちょっと黒を足したみたいな、落ち着いたトーンの赤とか、落ち着いたトーンの青とかですね。これ夏場に来たら暑そうって思われるよなとか、春だったら浮くよなって思うような、ちょっと重ための色合いっていうのを意識して選ぶと間違いないです。4つ目、チェスターコート。
チェスターコートって膝丈ぐらいの長さのコートのことです。チェスターコートも羽織るだけで大人っぽさっていうのを演出できるアイテムです。結構ね、丈的にね、使いやすくって着てらっしゃる方も多いかなというふうに思います。秋はこのチェスターコートに中シャツだけとかでも全然決まりますね。ニットだけとかでも全然 OK です。冬はね、中にシャツとニットと両方着たらそれだけで防寒対策になります。まずコーデ案一つ目ですね。丈が短いのでズボンの色っていうのをちょっと明るめにする、グレーとかにして、でインナーをこのチェスターコートぐらいの色味にするとかでも全然 OK です。通常だったらちょっと重たいかなって思われがちなんですけど、コートの丈が短いのでそこまで重たい印象にはなりづらいです。で、次コーデ案2ですね。少し丈の長いチェスターコートだった場合、一つ目で紹介したパーカーとかもすごくよく似合います。めちゃくちゃおしゃれになります。中にパーカーを着る場合はズボンはかなりスリムなタイプがおすすめです。で、コーデ案3つ目ですね。ちょっと画像じゃ分かりにくいかもしれないんですけど、マフラーをしてるんですね。マフラーをするっていうのもチェスターコートとの相性すごく良くって、さらにこう縦型のねシルエット、I型のシルエットになるので、まあ、かなりねスタイリッシュに見えます。では5つ目、ダウンジャケットです。ダウンジャケットのダウンっていうのは水鳥とか綿毛ですね。それを生地と生地との間に挟み込んであるみたいなやつです。モコモコしててね、あったかいし可愛いんですけど、どうしてもシルエットは崩れがちになってカジュアルダウンしやすくなっていきます。なので全体のバランスを取るってことが重要になってきます。結構ねダウンがボリュームあるので下はタイトにしましょう。6つ目、中綿ジャケット。中綿っていうのはポリエステルとかコットンみたいな人工物が詰まっているものです。ダウンジャケットの方が保温性に優れてるとは言われてるんですけど、でも中綿の方が着膨れしにくいというふうに言われてるんですね。だからまあお好みで選んでもらったらと思います。まあ着膨れしにくいって言ってもモコモコするんですよね。だから注意点としてはダウンジャケットと一緒で、まあ、上モコモコしちゃうので下はスッキリさせるっていうね、それでバランスを取るっていうのを意識するようにしてくださいね。では次、おすすめの小物です。まず一つ目、靴下。冬場なのでチラッと見えた時にあったかそうだなって相手が思うようなものを選ぶといいです。まあ、とりあえずはね、黒とか、まあ、グレーとかオフホワイトみたいな無難な色っていうのがおすすめではあるんですけど、結構ね差し色として使ってらっしゃる男性も多くって、まあ、靴下って基本的に他のね衣類に比べると低価格なので挑戦しやすいですよね。だから普段自分が使わないような色っていうのにあえて挑戦してみるっていうのもおすすめです。でチラッと見えた時に、あ、なんかこの人すごいおしゃれに気遣ってる人なんかなという印象を与えることができます。で、2つ目がマフラーです。マフラーって、まあ、ここにデローンとなるわけじゃないですか。だから Y シルエットとか I シルエットとかっていうのを、まあ、やっぱり表現しやすいんですよね。その方がスタイリッシュに見えます。なんでスタイリッシュに見えるかっていうと、マフラーをつけることによってこのあたりに視線を集中させることができるからです。特にね、身長とか気にされている方っていうのは、まあ、マフラーをつけることによって視線をねこの上に集中させることができるので、スタイルアップして見えます。あとね、マフラーはボリュームのある方を選んだ方が小顔効果が期待できます。で、3つ目がシルバーアクセサリーです。冬はね、どうしてもこう重たい色になりがちですよね。モノトーンコーデとかになりがちです。そんな時にシンプルでさりげないアクセサリーとかをつけてるとおしゃれを格上げしてくれます。ただしですね、ゴテゴテのチェーンとかみたいなね、こう金ピカのネックレスみたいなやつは、おしゃれって言うとおしゃれなんだけれど、その上品さとか色っぽい男かって言われると、まあ、ちょっとねニュアンス違うかなというふうに思うので、さりげないシンプルさっていうのを意識してアクセサリーを選ぶのがおすすめです。まあアクセサリーってね、言うて年中使えるものなので、ちょっとね奮発して一生使えるものを買うっていうのも私はいいかなと思います。では次、 NG コーデです。 NG っていうか、冬のコーデがダサくなってしまう原因っていうのは3つあります。まず1つ目、重ね着の色が多すぎる場合。例えばね、オレンジのジャケット、迷彩のシャツ、緑のズボンみたいなコーディネートだと、コーディネートに落ち着きがないのでダサく見えてしまうんですね。派手な色を使いたいという場合は、全体の中で一色程度に留めておくといいです。二つ目、目がチカチカする。色って色同士で一番遠い色っていうのがあります。例えば赤と緑とか、紫と黄色とか、オレンジと青とかみたいな感じです。いわゆる補色と呼ばれる関係ですね。これってね、すっごいメリハリが効いた感じになるので、人目を引くっていう意味ではむちゃくちゃいいんですよね。めっちゃ目立ちます。た
ただしですね、目チカチカしちゃうんですよね。だからデートには向いてないです。人ってね、恋愛対象の人には心を開きたいって思うんですよね。だけど目チカチカした人と一緒にいると、なかなか心って開きづらいんですよね。だから相手がリラックスできるようなファッションで行くっていうのが大事です。3つ目、季節に色が合ってない。真冬なのに半ズボンとかペラペラした素材の服を着ちゃうっていうのは NG です。女性ってね、季節ごとにやっぱりですね、ファッションを楽しむって方が多いんですよね。だから男性にも、特に好きになる人にはそうやって一緒に楽しんでくれる人がいいなって思ってます。だから季節感がない人っていうのは NG なわけです。特にね、一緒に歩くの恥ずかしいというふうに思われちゃうとデート中でも帰っちゃうので、季節感を無視するっていうのはやめましょう。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか？まあ、今回はね、ファッションについてご紹介をしました。今シルエット的にオーバーサイズですね。大きく着るっていうのが、流行ってるんですよね。なんですけど、おじさんがね、特に色気を出すっていう意味で言うと、オーバーサイズは、よっぽど自分の体型に自信があるとかじゃない限り、ちょっと、ただよれっと見えるっていうだけになっちゃうので注意かなと思います。体をね、バッキバキに鍛えているぜみたいな感じだったら全然ね、ありかなというふうに思います。で、今回ねご紹介したのは、こう流行りを取り入れていくっていうのよりは、どっちかというとオーソドックスなモテる、色気があるファッションっていうのをご紹介しました。もしね、すごいファッションに興味があって、なんかこう流行りのものとかもどんどん取り入れていきたいみたいな風に思ってらっしゃるのであれば、全体の中の一部分だけに取り入れるという風にするといいですね。例えば、今っぽい髪型にするとかっていうね、そのファッション以外の部分で今っぽさを演出するっていうのもいいと思うし、靴を選ぶとかっていうのもいいと思います。全体的に今の流行りにしちゃうと、若作りしてるっていう風になっちゃうので、どっちか言うと、マイナスイメージになりやすいんですね。だから全体の中の大体1割から2割程度流行りを取り入れるっていう風にするとうまくいくかなと思います。よかったら参考にしてくださいね。ということで、このチャンネルでは女性からモテる方法や恋愛のコツについて、恋愛心理学や実体験をもとに初心者の方にでも分かりやすく解説をしておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。あと TikTok とインスタと Twitter もやってるので、そっちもよろしくね。じゃあねー。